皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日の白レポはすっきりゆとりある個室空間ホテルと題しまして、ホテルグレイスリー浅草をレポートさせていただきたいと思います。はい、こちらのホテルグレイスリー浅草はですね、初めてですが視聴者の方のリクエストがありまして、今回予約をさせていただきました。以前ですね、ホテルグレイスリー銀座をですね、白レポでご紹介させていただいたことがありますけれども、こちらのグレイスリーホテルは、藤田観光の WHG 事業グループが展開するホテルになっています。なのでですね、まあ前も言いましたけども、椿山荘だったりとか箱根小涌園とかですね、あとまあルネッサンですね、それからワシントンホテルとか、まあ、ああいったものもですね、やっていますし、先日泊まったホテルタビノスなんかもですね、新しいブランドとして展開しているのが藤田観光になっています。はい、こちらのあのホテルグレイスリー浅草はですね、最寄り駅が浅草駅になっていまして、まあそこからはですね、徒歩3分ぐらいかなという感じで到着するちょっと裏手に入ったところにあります。まあただ交通の便はですね、非常にこう便利な場所にあるかなという感じですね。ただなんか外観がね、ちょっとわかりにくいというか地味な感じで最初、ここだったのかみたいな感じはちょっとありましたし、エントランスもですね、決してこう派手ではない地味な感じなので、なんかこう、ちょっとなんていうかな、オフィスビルみたいな感じで、で、入っていくと、まあ、フロントロビーがあるんですけども、そこもですね、まあ、ちょっと簡素な感じで、まあ、なんとなくこう、グレイスリーホテルのイメージっていうのとはちょっと違うような印象は、ございました。はい。ちょうどね、この日、珍しく大雨だったんで初めてですよね。なんか白レポで雨って、なんか傘さしてっていうの。はい。なかなか、びしょ濡れにはなってしまいましたが、無事に、チェックインさせていただきました。はい。それではですね、お部屋の紹介ムービーをご覧ください。こちら14階まであるんですね。はい。10階です。まだなんか清掃が終わってないみたいですねはい、ということで、お、鍵入れなくてもライトがついている。鍵を入れると、おーって感じですね。はい、入ってですね、すぐ左側に、こういった姿見天井まであるんですけど、すごいですね。いいのはなんかここフローリングですよ。で、壁も、木目調になってますね。こっちも含めて素敵ですね、これね。ここ水回りだと思うんですけど、ちょっと入ってみましょう。よいしょ。ぴょん。おー。なるほど。はい。左側はですね、結構姿見よりも大きめの、鏡があって、そこに洗面台あります。東都社製の、洗面台ですね。で、こちらの、お手洗いフォーム、ハンドソープは、花王さんの商品になってます。そして、WHG 特徴的ですけども、タオルにはこうやって名前も入ってますし、アメニティも全部オリジナルになってますね。はい、ヒゲ剃りとブラシと、あと歯磨き粉とボディウォッシュと綿棒かなっていう感じになってます。はい、でコップがあるという感じですね。で、その棚があってですね、そこの棚のところにちょっとしゃがめないですけどはっ、このなんか絹のような素敵な、一枚物と思われる部屋着。それからこれは、ドライヤーですね。なんか和風のこういった風呂敷のような入れ物に入ってますね。これ開くかな？ちょっと片手で開けられますかね？あ、開けれますね。そして、スリッパ。そして、ここにバスタオルがあるという状況ですが、この左側のは何でしょうね。これアイロン？ん？これは加湿器ですかね。ミストって書いてあるから加湿器なんですね。はい、ということでちょっと失礼します。よし、おーっと無理やり開けましたよ。はい、そして、お、パナソニックのナノケアのナノイーになってるという感じですね。はい、よいしょ。で、反対側がトイレです。
そしてトート車のウォシュレットになっています。そしてここがバスルーム、電気つけてみますね。せーの、おお、すごい、バスルーム高級感ありますですね。へえ、すごい、木目調となんかこういう色やつでですね、バスタブも十分広いし、なんかこう湾曲してますよ、なんかおしゃれな感じに。滑り止めのある床に、ちゃんと、こういった、何でしたっけすいません、お風呂用の椅子と、桶もあります。そしてトイレたり、なんかおしゃれですね。これもカオさんなんですかね、ちょっとすいません、ちょっと見てみますね。あ、違います、なんとペリカン石鹸、おー、ペリカン石鹸のトイレタリーです。そしてシャワー、これはトートシャワーだ、シャワーですね、はい、いう状況で、ここに鏡もあってですね、非常にいい感じですね。で、まあこっちから見るとこんな感じで、はい、トイレまで木目調というかフローリングになってるんですよ、すごいですね。以上になってます。そしてこっからじゃじゃん行くと、消臭スプレーと、お、これ除菌もありますね、除菌剤だ、お、いいね。そしてあれがあります、ハンガーがあってですね。そして正面になんとちょっと高級感のあるソファーがあります。はい、今回リクエストいただいた方はですね、なんかソファーのあるお部屋を探しているということだったんですが、まあ、そういった意味ではそのニーズには合致してますですね。これもしかしたら2人は座れるぐらい余裕あるし、寝るにはちょっとしんどいかな。そしてなんかこのね、ちょっと楕円っぽい、楕円というかおにぎり屋の形っぽい、木のデスクとセットになってる感じですね。そしてベッドこんな感じです。ちょっと引きますかね。はい、こんな感じでなんか高級感ある感じで、すごいおしゃれな感じですね。はい、でこういったの建具とかですね、このテレビの枠とかも全部木目調というか、まあ、木だね、これ木になってますね、すごい。はい、ちなみにテレビ、これ東芝の結構大きいテレビですね。はい、木枠に収まってます。そしてこちらの方も、なんかおしゃれなこういう置物があってですね。そして 1つ目の棚に、コーヒードリップコーヒーかな、そしてお茶が入ってますね。そしてコップもコーヒーカップとガラスコップ両方あるという感じで、いい感じですね。そしてアルメックスさんの、冷蔵庫、おー、ちゃんとお水、オリジナルのお水が2つ、ミネラルボット入っています。こっちが電子ケトルですかね。はい、電子ケトルが入っていまして、タイガーさんの電子ケトルが入っているという状況ですね。その下が、おー、これ何、これ、アイロン、アイロンっぽいですね、これ、すごーい、こんなのが入ってますね。はい、ハンディアイロンというかな、東芝さんのハンディアイロンみたいなのが入っていました。はい、ごめんなさい。そしてよいしょ、一番下何か入ってるのかな、これ金庫か、そうですね、金庫です。その横に時計があって、でここに集中コントロールがあるという感じですかね。はい、なんかこの辺ちょっとバーな感じでやってますね。そしてここに絵も書いてあるという感じで、こっちから見ると、まあ、こんな感じに見えますね。はい、まあ、ベッドじゃない、ソファーに座りながらテレビも見れる角度にはなってるという感じですね。なんかすごい壁が真っ白だね。そして最後というか、こちらのちょっと窓を開けてみたいと思うんですけど、ただね、今日すごい大雨なんでね、何も見えないかもしれませんが、開けてみます。せーの、ぴょん、おーおー、でも結構開けてますね、ここ視界は。はい、こっち側がね、多分ね、雷門の方ですね、アッパホテルが見えるから。ということはこっち側が東側かな、あ、ごめんなさい、西側になってるって感じですね。はい、この高い建物すごいね、なんだろう、建設中ですという感じになってます。この建物なかったらめちゃなんかね日当たり良さそうですけどね。はい、ということで、玄関の方見るとこんな感じになってます。以上です。はい、それではですね、ホテルグレイスリー浅草のベッドチェックです。こちらのですね、ベッドはなんとイギリスの、王室御用達とも言われているスランバーランド製のベッドを採用しています。はい、幅がですね、このダブルベッドの場合は 140cm、高さがですね 55cm ぐらいで、人よりちょっと上ぐらいですかね。でこちらの
部屋着なんですけども、着てみました。こんな感じです。はい、1枚ものでかなり薄い感じで着やすいタイプですね。はい、では飛び込んでみたいと思います。せーの。おー、 なんていうんですかね、なんかすごくふわんって入っていく、なんかこうちょっと上品な感じで、すごくいい感触でした。はい、ということでですね、まあ浅草というこう場所柄もあってか、まあ日本伝統のですね、かごめ門っていうものとか梅文様みたいなものをこうモチーフとした、インテリアでですね、まあちょっとシンプルな中にもなんていうかおしゃれ感を出しているというふうな感じのお部屋でございました。で、まあ、18平米ということで、まあ、シングルにしてはちょっと、まあ、広め、気持ち広めっていうところもあってかですね、非常にこう、部屋も水回りも余裕がある感じでして、まあ、部屋はね、ダブルベッド置いても、その他にソファー置いてもですね、空間的余裕がありましたし、あとは、水回りもですね、3点独立していて、お部屋もとてもこう、高級感があってですね、すごく、快適に過ごすことができたなという感じですね。で、部屋も、基本的にこう、クロスが白がメインで、そこにこう、明るい、ライト系のこう、ウッディなですね、家具で統一されてるので、まあ、なんていうかな、長いしても、全くこう、苦痛がないというふうな感じではありました。まあ、あと、良かったなと思うのは、あれですね、設備備品がですね、ほとんどがこう、家具の中に入っているというか、冷蔵庫とか、電子ケトルとか、そういったこう、電化製品もそうだし、食器とか、そういったものもですね、全部入ってるんで、ごちゃごちゃしてないというか、すごいスッキリした、感じの印象がありましたですね。で、まあ、ちょうど僕のこの部屋からのちょっと眺望はね、向かい側がちょうど工事なんかもしてて、そんないい眺望ではなかったんですけども、なんか、ホームページとか拝見するとですね、なんか、スカイツリーが見える側の方のお部屋もあるようなので、そこにこう泊まれるとですね、ラッキーかなという気はいたしました。で、こちらのホテルはですね、あとレディースルームっていうのがこうあるみたいで、ちょっとね、もちろん僕泊まってはいないんですけども、結構その女性向けの、機器が充実してるみたいですね。具体的にはナノスチーマーだったり、あと、こう、DHC の基礎化粧品だったり、フェイスマスクだったり、オリジナルの入浴剤だったりとかですね、まあ、ヘアアイロンとかのセットとか、まあ、そういったものがですね、あるようなので、女性の方もですね、おそらく快適に泊まれるんではないかなというふうには思いました。で、こちらの、今回泊まらせていただいたお部屋なんですけれども、ダブルルームというお部屋でございまして、ただこれが多分一番狭い部屋なんだと思うんですよね。で、お部屋のタイプがダブルで、140センチメートル食事なしの素泊まりで、広さが18平米ということでございました。で、料金の方が4200円、1名利用税込みで、選んだポイントとしては、まあ、今回視聴者の方のリクエストに、お答えさせていただいたという感じですね。予約サイトは、一休で予約をさせていただいています。はい、ユッキーのレビューなんですけども、料金部屋、この辺はですね、4とさせていただきました。まあ、料金ね、結構安い買ったかでね、5にしようかなと思ったけど、まあ、ちょっとたまたま安く泊まれた可能性もあるので、4にしておきました。で、設備備品に関してもですね、ソファーあったり、アイロンあったり、空気、まあ、循環システムというか、ナノイ発生器があったり、というところもこう、あってですね、整っていたので、5とさせていただきました。で、清潔さも、非常に綺麗に、なっていたので、こちらの方も5とさせていただきました。まあ、まだね、2年半ぐらいかな、なんで、まあ、新しいということもあります。その代わり、まあ、相変わらずって言ったらなんですけど、銀座もそうだったんですけど、特別なこうサービスっていうのがこうないので、フロントの対応も普通の対応だったんで、ここは3とさせていただきました。まあ、あとね、環境眺望に関しても普通ということで、今回は3とさせていただいています。まあ、良かった点、残念だった点なんですけども、良かった点は、水回りの3点独立していたり、そういったね、ナノイーの発生器があって、まあ、ちょっとね、それ以外にも加湿器があって、今のコロナの時期においてはとても安心感があるというところが、あるかなというところですね。それから、家具とか、まあそういったもの、先ほど申し上げているように家具が充実しているというか、まあいろんなこう家電や備品が収められていてスッキリしているというところが良、かったかなというふうに思っています。まあ残念だった点はですね、まあ残念というほどでもないですけども、フロントロビーが簡素だったということで、まあその分もしかしたらこう客室に力を入れているんだと思うので、まあそれだったらね、そんな大きな問題ではないかなというふうに思いました。はい。
今回のユッキーズアイでございますが、今回のやっぱりこのホテルいいのは、まあ、全てのホテルがやっぱりホテルじゃない、客室が18平米以上で水回りが3点独立で、全部ソファー付きというこうゆとりへこだわってるっていうのはすごいなと思いましたね。本当にあとはこう建物の周りっていうか建物自体のハードとフロントのグレードが高ければもう本当シティホテルしても通用するクオリティっていうだったんじゃないかなと思いますので、まあこれをねこのビジネスホテルという形態でかつこの価格帯で維持してるっていうのは評価できるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今回のユッキーの満足度ですが A とさせていただきました。前回、ホテルグレイスリー銀座は D でしたが、まあ向こうはね、ちょっと経年劣化があったりね、ラウンジが使えなかったりっていうのもあったんですけど、まあこちらは、さらに部屋も広くてですね、独立してる、水回り独立なんかもあって、A とさせていただきました。はい。ということで、まあ、本当にこう、部屋の広さとかグレードの割にはリーズナブルな料金だし、お部屋も過ごしやすかったですしね。あと、やっぱベッドも、スランバーランドのベッド久しぶりに寝ましたけども、とても熟睡できたんで、なんかリピートしたくなるなという感じではございました。はい。最後にですね、こちらの部屋の快適度なんですけども、インターネット速度テストはかなり、高い値が出ています。良好だということですね。あと、それ以外の要素もですね、三角要素がなくて、結構二重丸要素が、多いというところもあってですね、こういった部分では結構こちらのホテル、快適度に過ごせるんじゃないかなというふうに思いました。はい。それではまた。